出身のプロレスラー、ーリングネームはアルゼンチンの公用語であるスペイン語でパンパの野牛の意味を持つ。もじゃもじゃに伸ばした髪と髭、しゃがれたうなり声など、原始人スタイルの悪奏ーヒールとして、アメリカ合衆国の中西部や太平洋岸を主戦場に活動した。体格的には小柄ながら、その野獣系のギミックは、ブルーザーブロディ、おい、という独自のマイクパフォーマンスは、 ランディ・サベージにも影響を与えている。父親はボクシングのプロモーターで、自身もボクシングやレスリングを学び、アルゼンチン陸軍を除隊後にプロレスラーとしてデビュー。都米後の1957年より、NWA のテキサス東部地区で、イワン・ザ・テリブルと名乗って活動。同年8月30日、ヒューストンにて、ドン・レオ・ジョナサンから NWA。 テキサスヘビー級王座を奪取している。1960年、パンピロフィルポのリングネームで WWF w、F、の前身団体であるキャピトルレスリングコーポレーションに進出。同郷のアントニオ・ロッカをはじめ、エドワード・カーペンティアやブルーノ・サン・マルチノとも対戦した。1962年5月19日には、ニューヨークのサニーサイド・ガーデンズにて、 バディ・ロジャースの NWA 世界ヘビー級王座に挑戦している。その後は太平洋岸のテリトリーに入り、オレゴンでは1964年6月23日にニック・ボック・ウィンクルから NWA パシフィックのオス・ウェイスとヘビー級王座をダッシュ。ロサンゼルスでは1967年メキシコでの王座決定戦で同じくアルゼンチン出身のコロソコロセッティを破ったとして、 ホア世界ヘビー級王座の後継タイトルとなる NWA アメリカスヘビー級王座の初代王者に認定された。1967年4月、日本プロレスに初来日。1968年8月と1970年4月にも日本プロレスに参戦しており、初来日時と3度目の来日時にはワールドリーグ戦に出場して、ジャイアントババやアントニオイノキとも対戦した。 1970年の第12回大会ではザ・コンビクトのマネージャー役も務めている。その間、アメリカではハイにてミッシングリンクの別名義で活動。1969年7月にカーティス・イヤウケア1970年1月14日にリッパー・コリンズを破り NWA ハワイヘビー級王座を2回獲得している。なお、ミッシングリンクのリングネームは 1980年代に入ってデュイ・ロバートソンに継承された。1972年にはニューヨークに再登場、5月22日のマディソン・スクエア・ガーデンでの定期戦において、ペドロ・モラレスの WWF ヘビー級王座に挑戦した。その後はザ・シークが主催していたデトロイトの NWA ビッグタイムレスリングを主戦場として8月12日に ボボブラジルからフラッグシップタイトルの US ヘビー級王座を奪取。以降もブラジルを相手に同王座をめぐる抗争劇を展開した。1974年はロサンゼルスの NWA ハリウッドレスリングにて8月16日にアーニー・ラット、11月22日にジョン・トロスを破り初代王者であるアメリカスヘビー級王座を獲得。 1975年7月から1976年5月にかけてはバーン、ガニア主催のアワーで活動し、ベビーフェイスのポジションでバロン・フォン・ラシクと抗争。ビル・ロビンソンやクラッシャー・リソワ・スキーともタッグを組み、ボック・ウィンクルのアワー世界ヘビー級王座にも挑戦した。デトロイトに戻ると、1976年7月17日にークを下して、 US ヘビー級王座に帰り咲き、10月16日にドンケントに敗れるまで退官。その後は、カルガリーのスタンピードレスリングや、サンフランシスコ地区などを経て、1979年に、プエルトリコの WWC に登場。7月31日にアブドー・ラザ・ブッチャーから、プエルトリコヘビー級王座を奪取するが、9月22日に、カルロス・コロンに脱回されている。 1980年7月、ラットやブルーザーブロディと共に全日本プロレスに来日。10年ぶりの日本マット登場を果たしたが、以降はセミリタイヤの状態となり、1981年にサンフランシスコ地区の工業に時折出場して、キラー・トーア、カマタなどと対戦。その後、1986年10月17日に引退試合を行った。引退後は、 居住地であるカリフォルニア州サンロゼにて郵便局員となって働いていた。アルゼンチンからアメリカへ渡った当時は英語をほとんど話せなかったが、後に母語のスペイン語を含め英語、ドイツ語、フランス語、ポルトガル語など数カ国語のマルチリンガルになったという。2020年1月9日、89歳で死去。ありがとうございます。